皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。やっほー、キズナあかりだよ。ねえねえ、今日はどこ行くの？相変わらずハイテンションね、あかりちゃん。今日は泥棒よけの御利益で有名なうんこ道でお札を受けて、その後は和紙が名産で四季桜で有名な豊田市小原町、昔の小原村へ行くわよ。まあハイテンションはお互い様ってことで。しかし小原村が豊田市って言われてもなんかピンとこないね。ああ、もしもし。小原村が合併されたのが2005年4月1日で、今から18年前。現在私が18歳であなたが15歳。ピンとこないなんて、あなた本当は何歳？ゆかりさん、あまり細かいこと気にするとハゲるよ。ハゲ？何バカなことを。私は永遠の15歳ってことでよろしくね。そろそろうんこいじに到着するみたいだよ。到着しました。うんこ氏は毎年新緑の時期に来ています。過去動画でも取材しているので、詳細はそちらを見てくださいね。うんこ氏は曹洞宗の寺院、三号は大龍山です。本尊は釈迦牟尼仏ですが、昇空三神の伝説から盗難除けの御利益で有名です。この参道は良い雰囲気よね。なんか癒される。ところで駐車場は満車に近かったけど、境内に人気がないのはなぜ？あの駐車場は運行時の参拝者専用の駐車場と明記してあるのに、さなげ山などにハイキングに来た人が駐車するのよね。今日なんかほとんど空きがなかったから、私たちみたいな参拝者には迷惑なことよね。最悪の場合、山門の右の道を登ればそちらにも駐車場があるけどね。じゃあしばらく写真を見てね。今日のカメラはトラブル続発で不評だったシャープのスマホ、アクオスセンス 5G だよ。安く買えたけど今のところ問題なしだよ。無事お札を受けたので次へ向かいます。ここからさらに東へ向かい、豊田市に入ります。峠を越えるとそこはもう豊田市、旧藤岡町だよ。しかし藤岡町が豊田市って言われてもなんかピンとこないね。はいはい、わかりましたよ。永遠の15歳さん。ち、ノリが悪いぜ。ところでこの辺りに名所はないの？あまり有名なところはないわね。強いて言うならそこそこ有名な心霊スポットがあるわ。夜中になるとカルテを返してという叫び声や、霊安室からすすり泣く声が聞こえてくるとか。あ、藤岡病院、豊田市と聞いていたけどこの辺りなんだ。確かこの辺りの左手の小高い山の中だったはずよ。なんてことない田舎道が続くね。のんびりドライブするには良い道ね。ところでゆかりさん、まだ聞いてなかったけど今日は小原のどこへ行くの？あ、そうね、まだ話してなかったわね。
行き先は一場城市、室町時代の山城よ。やっほ、お城巡り45条目だね。楽しみ？ねえねえ、お腹空いたんだけど。この付近はレストランとかなさそうね。仕方ないからコンビニでおにぎりでも買いましょう。国道419号線を右折したら、あと少しで到着です。少し坂が急だけど、頑張れ。到着しました。一場城、大草城。豊田市指定文化財、平成4年3月2日指定。一場城は、標高380メートルの山頂にある室町時代の山城です。来期2年、1502年に、初代鈴木紀伊の神親信が築いてから、文禄元年、1592年に退去するまで、90年間、鈴木氏の居城でした。第2代、肥後の神長重、第3代、伊賀の神、直重、第4代、越中の神、重吉。現在見られる城の遺構は、4代城主重吉が、串原、広瀬の城を攻めて太鼓を建て、天正10年、1583年、家康から、所領の加増を受けた時に改修したものと言われています。天正3年、1575年の長篠の戦い以降、鉄砲を主体とした戦は、築城技術にも影響を与え、城の改修は諸国古城の図に見られるように総石垣造りにするなど、中世の城郭から近世の城郭へ転換したことを示しています。城内には遺構に沿って一周15分ほどの遊歩道がありますので、気軽に散策することができます。豊田市教育委員会。正規ルートはここから右へ向かうんだけど、それに気づかず左へ行きました。逆回りだけど、ま、いいか。ねえゆかりさん、天気も良くて鳥の鳴き声も気持ちいいけど、どうして BGM のみなの？それはね、今日のカメラは本体防水の SJCAM SJ10 Pro なんだけど、設計の欠陥か不良品なのか、それともジンバルがマイクを塞いでるのか、音がもごもご言ってるだけなの。 SJCAM の他の製品でも似た例があるから、設計から問題ありそうね。ちょっと聞いてみる？これはひどい。ジンバルのモーター音と、あとは本体に何かが当たる音くらいで何も聞こえない。中華あるあるだけどね。まあどちらにしろジンバル装着だったら音声別撮りすべきだね。それはそうと、この平地は車の跡みたいだね。城跡らしくなってきたよ。三座畑。家老、尾形三左衛門の屋敷があったと言われている。あずま屋があるところにお屋敷があったのかな？よくわかんないや。あ、石垣らしきものが見えてきたわね。石垣に燃えます。
あわわわわわわわ。大昔の私の恥ずかしいセリフを掘り起こさないでよ。えっ、かわいいと思うよ。そう。じゃあ、ま、いいか。マスガタモン。このマスガタモンは、尾根の掘り切りに、後ろに石垣を築造して、マスガタに作り変えたもので、形は、二度折れて、次の広場へ進むという、守るに、都合の良い構造であり、金星城郭におけるマス型の原型と考えられる。順路、逆走中です。盾掘り軍。この盾掘り軍は、攻め手の行動を制限し、防御力を高めるものである。愛知県下で、現在唯一の確認例である。綺麗に整備されているから歩きやすいわね。でも登り続きでダウンしそう。何をおっしゃる18歳。これくらいでへこたれたらおばさん認定だね。うるさいわね。見た目は15歳でも、心はおっさんのあなたには言われたくないわ。わーん。ゆかりさんに怒鳴られた。怖いよ。何、幼児化してるのよ。バカなの？おびくるは、一馬城は、北東から南西にかけて、堀や急な斜面などで守られた城間の掘削地である曲輪によって守られている。南西から、曲輪の形状は馬蹄型を思わせ、その内側には、三段に、曲輪が帯状になったおびくる輪が築かれている。この上が平地になっているみたいだから、そろそろ本丸ね。ここが標高380メートルの本丸だね。眺めはいまいちかな。あかりちゃん、記念写真撮りましょう。オーケー。周りの木を伐採しちゃえば眺めは良さそうだね。お城だからね。攻めてくる敵の確認は重要ね。
この案内板の読み上げはしないので、気になる人は動画を貯めて読んでね。ここにも石垣があるわね。結構立派な石垣で、お城らしさを味わえるね。マムシに注意なんて今更言われても。足元には注意して歩いてたけど、草むらを歩くのは要注意ね。この付近は石垣があって、お城巡りの醍醐味が味わえるね。空堀の表示があったけど、どこかわからなかったわね。うん、逆回りしているから、そのせいで齟齬があるのかも。なるほど、そんな弊害があるのね。あれ？何か見えてきたよ。鳥居みたいね。お地蔵様？とは違うみたいだね。なんか、この混沌とした雰囲気は、
心霊系 YouTuber が一人検証するような場所と同じものを感じるわ。市場上市の供養塔、結局のところお墓と似たようなものだね。昼間だから不気味さを我慢できるけど、夜だったら絶対無理ね。ではしばらくこの怪しい雰囲気をお楽しみください。やばそうな場所だった。神様がいたとしても負のオーラを出していそう。あと少しで一周回れそうね。今日は人がいないことを見越してアクションカメラ用のジンバルを使いました。こういった樹木の生い茂る場所は画面上は明るく映ってますが、実際には意外と薄暗いものです。 GoPro とか Osmo、 アクションの電子式手ブレ補正 EIS では画面が滲む現象が起きやすいです。その点物理的な手ブレ補正のジンバルは有利です。今日は先日買ったフェイユーテック G6 を持ち出しました。安定感があって良かったです。
あれ？往路では気づかなかったけど、こんなところに廃屋っぽい建物があるんだ。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画や観光案内を題材として音声合成ソフトによる愉快な会話で構成し、視聴者様と共に楽しめる動画を目指しています。この動画を気に入ってくれたら高評価ボタンをポチリとしてくださいね。チャンネル登録していただけば最新の動画などにアクセスしやすくなりますし、嬉しくてさらに頑張ります。ぜひチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。モラトリアムの中で見えた聞こえた出会えた仲間、流れていく時の中で見つけた夢これ、山地許せないことがいくつもそこから込み上げてくる。命をかけて生きている人の影で僕らは笑ってる。誰も教えてはくれない本当に大切なことを叩き込まれる頭ごなしのとりあえずだとかまずはさ、大人はいつだってそうだ、経験則だけで物語る。本質が見えた時には僕ら若さを失っている。未完成なままで